皆さんごきげんよう。ホック TV のホックでございます。 YouTube を始めてから聴解が全然できません。日本語が全然話せません。どうしたらいいですかという質問をたくさんいただきました。どうして日本語が聞けないのか、どうして日本語が話せないのか、私なりに考えて意見をまとめたので、これから説明していきたいと思います。なかなか日本語が上手になりませんという人がいたら、ぜひ参考にしてみてください。どうして日本語が話せないのか、結論から言ってしまうと、それは日本語の勉強の量が足りないだけという場合がほとんどです。少し勉強しただけですぐ話せるようになるということは絶対になくて、努力は必ず必要です。ですので解決策としては根気よく勉強を続けることだと思うんですが、具体的にどうして日本語が話せるようにならないのかという理由を深掘りしていってみようと思います。まずこの表を見てください。この表は読む、聞く、書く、話すの難易度を表したものです。これを見ると読むのが一番簡単で、話すのが一番難しいことがわかります。読めなければ書けないし、書けなければ話せません。また読めなければ聞けないし、聞けなければ話せません。現在の皆さんの勉強方法はどうでしょうか。先生から文法の説明を聞いて少し練習問題を解くだけ。話せないという人はそんなに多く聞く練習や話す練習をしてないんじゃないのかなと思います。一番簡単な読む練習に時間をたくさん使って、話す練習をする時間は少しだけ。これだとなかなか日本語は話せるようになりません。あなたはどうでしょうか。授業中先生の文法の説明をベトナム語で聞いて、教科書を眺めて、それで勉強したつもりになってないでしょうか。もし日本人と会話をすることが勉強の目的であれば、一番難しい話すことに一番時間を使わないといけないはずです。参考までに、赤ちゃんが言葉を覚えるまでの順序はこうです。聞く、話す、読む、書くです。多分皆さんが勉強している順序とは全然違いますよね。まず赤ちゃんは最初の1年2年両親のベトナム語をずっと聞きます。その後両親の真似をして少しずつ話せるようになっていきます。話し始めた時に赤ちゃんは本は読めませんよね。話せるようになった後、少しずつ本を読めるようになって、最後に書けるようになります。おそらくあなたもこの順番でベトナム語が話せるようになったのではないでしょうか。しかし大人の勉強法は、読んで、書いて、聞いて、最後に話す。最初に文法の説明を聞いて、例文を書いて、そんな感じではないでしょうか。その勉強法が悪いわけではないですし、赤ちゃんと大人の勉強方法は違って当たり前だと思います。しかし今の勉強のやり方で本当にいいのかということは、もう一度見直してほしいと思います。特に聞く練習と話す練習ですよね。ここが足りないと日本語は話せません。最後に言いたいことをもう一度まとめます。赤ちゃんは1年2年お父さんお母さんの言葉をたくさん聞いて言葉を
覚えます。そして間違いを恐れないでたくさん話します。ここは赤ちゃんを見習うべきだと思います。ですので私たちが日本語の CD をたったの3回聞いてすぐ覚えるというのはありえないんです。赤ちゃんのように100回200回というか毎日聞くつもりで頑張って勉強しましょう。そして間違いを気にせず赤ちゃんのようにたくさん話しましょう。ホック TV では聞く練習、話す練習に役立つ動画をたくさん撮っていますので、動画のリンクを概要欄に貼っておきます。皆さんの勉強の役に立てば嬉しいです。それでは今日はこの辺で、バイバイ、またね。